なので、マーニーが終わったら、さよならモーリーさんの話をします。マジすっぴんだなぁ、だっていつもマジすっぴんなんだけど、でも最近は確かにちょっとメイクして配信が多かったかもしれない。昨日でいろいろあったお仕事の一段落がして、ちょっと今日帰ってきて一段落のオンラインお話し会は、2月はコスプレは12日とかに、確かあのサンタさんの日の振り替えが12日にあるので、そのお詫びといってはなんですがみたいな感じ。思い出のマーニーは北海道なんですね。待って、これ左右逆かも。コンタクト、やらかしてる。そうなんです、私度が違うんですよね、左右。サイロ知ってる、道盛りで見た。合ってる？いや、どっちが、まあ、いつも分かんないこっちの方が正解。はあ、もう完全寝起きすぎて。マイナス 2.25 とか 2.75？ え、忘れちゃった、忘れました。マイナス3前後です、どっちも。はい、多分これね、目悪い人にしか意味わかんないと思う。え、 2.7 あるんだったら目いいじゃんって思われそう。違うんですよね。なんか思い出のマーニー、あれみたい、仮暮らしのアリエッティみたいな雰囲気だね。同じ監督さん、あ、そうなんだ。そりゃそうなのか。自分マイナス 両目 3.5。 うん、3.5 ってどうなん？自分の度数覚えてない。え、めっちゃ辛くない？だってさ、私はたまに、てか前、あ、これはまつげ美容液です、すいません、急に前なんかコンタクトを普通に
忘れちゃった時に、劇場公演の時にメガネで行って忘れちゃった時にマネージャーさんにドンキで買ってきてもらった記憶があります。はい、そうそうそう。でもなんか土入りのコンタクトってあんまり売ってくれなくって、そうなんか処方箋みたいなのがないと売ってくれないっぽくって、でもなんかそのメガネ屋さんに行った時に将来乱視に、なんか乱視が近づいてますみたいな言われましたと思って、そうカエルっぽい、なんかワンデーの、私いつも2ウィーク使ってるんですけど、ワンデーのやつ、そうそうそう、を変える、変えた、買ってもらった、そうそうそう。近道って書いてあるのかわいいな、近道に乱視がひどくてソフトコンタクト買えません。そうなんだ、乱視って何なの。私が2ウィークの理由は安いからですはい、安いから。ひなこが目のことで A とか D とか言ってたけどどういう意味ですか。多分その視力検査で A とかって言われるんですよ。だからもう 1. 点なんとかじゃないんですよ。 A とか、 A が一番すごい最強、もう 1.0ずっと見えますみたいな、 1.0 以上見えますみたいな、で D が 0.1 以下ですみたいな、そうみたいなのがあって、ぴょんちゃんが 1.75 と 2.25 なのは覚えてます。あ、それから悪くなりました、すいませんそっから悪くなってます。はい、でもメガネの度数はねちょっと弱く作ってあって、多分それメガネの度数かも。そう、ソフトコンタクトはそれより今強く作ってあります。なんかすいません、覚えてもらったのにもかかわらず。私のあのミフィーちゃんのメガネの度数は3.25 と、右目が 3.25 で左目が 2.5、 これで 1.0 見えるはず、結局。だから多分コンタクトもそんぐらいなのかな、 3.25 と 2.5。 え、なんかすごい 0.75 も離れてんのすごっ、私の目。でポケモンのやつ、全然最近使ってないやつは 2.25 と 1.75、 正解、すごい。そう、差がすごいんですよね、左目と右目の。そうそうそうあの金曜ロードショー見てますよ、すごい見てるんですけど全然実況できてない。あ、小指ぶつけたとこ痛くて未だに湿布貼ってます。でももう左右違うのに慣れちゃってるから酔うなとか感じないです。ただコンタクトの度数とかが合わないと酔ったりしますね。え、帰れなくなっちゃったじゃん。
何って青春もの、え、わかんない、初めて見るから何とも言えない。いや、そんなちょうどいいタイミングで来る船ある？ないって普通。ごめん、ジブリファンタジーにそんな、そうだよね、あんま口出ししちゃいけないよね、ごめん。ごめんごめん。いや、クマ正解すぎる、クマっぽいわ確かに。何？何にびっくりしてんの？え、だからマジで視力いい人めっちゃ羨ましいです。いいなって思います。なんで視力悪くなっちゃったんだろう、マジ後悔。トイチさん、かわいい袋。いつから目が悪くなりました？小4です。あれは一生忘れません。すごい、なんか眼鏡をしていくのがすごく嫌だったのに、でも見えないから眼鏡していかなきゃいけないじゃないですか。だから分からん、眼鏡したくないと思って、でも見えないから眼鏡しなきゃ、すごいナイスキャッチ、眼鏡しなきゃいけなくて、眼鏡して学校行ったら担任の先生に、え、橋本さん眼鏡なのって触れてほしくないのに触れられて、もうそっからはもう授業の時しか眼鏡しなくなりました。はい、本当に嫌でしたねあの時は。うん、そうそう、で多分眼鏡かけたり外したりしてたから余計に目悪くなったんだと思う。うん、なんかそういうとこを言わなくていいんだよって感じ、気づかなくていいんだよ、気づかなくてっていうか別に大きい声で言わなくてもいいんだよって感じですよね。今さら10年前とかの話をする。小学生でコンタクトという選択肢、うちは姉も目が悪かったので、でも姉も眼鏡だったのでコンタクトっていう、やっぱもうなんて言うんだろう、上に兄弟がいる人の、しかも同性の兄弟がいる人のこの不満というか、姉がやったことじゃないとやらせてもらえないじゃないですか。まあ私はアイドルになったからスマホとか携帯とかを持つのが早かったけど、でも絶対やってなかったら同じ時じゃないとダメだったし、コンタクトも絶対同じ時じゃないとダメだったと思うんですよ。そう、姉がその時だからみたいな、上がそうだから下もそうじゃないとダメみたいな。わかります？このあの事情あるあるというか。そう、後から生まれた人あるある、そうなんですよね。そういうところからやっぱ、だからそうでしょ、そんなあるっていう方はどっちかです。もう自由にさせてもらってたか上の人か、そうそうそう、自由に。だから私はこう、そういうところからもうそうやって、姉がやったこと、
姉姉姉姉姉って言われてたから姉ちゃんと仲良くないんですはい、そうです。だから同性は、同性の兄弟は産まない方がいいってはい、あ、姉自分妹で自分真ん中なんだ、で真ん中自分男の子なん、もうそれはもう絶対にあれですよ、もうそれはもうだって兄がいないじゃんでしょ、うん、そうそう、時代の変化っていうものがあるんだからね。一人っ子だとそれも羨ましく感じます。だってないものねだりないものねだりすぎる。お兄ちゃんなんだから我慢しなさいっていう家庭でした。妹も我慢してんだようん、お姉ちゃんだから我慢しなさいって言われてるかもしんないけど、妹だって我慢してんだ。また船に乗せてくれてるトイチさん、兄弟みんな仲いいけどレアケースいいですね、まあ、年齢差とかにもよるんじゃない、いやめっちゃうまかったけどあやだこういうこういう、あやだやだ、やめてほしい、こういう勝手に勝手に話し進めないでほしい。勝手に話進めないでほしいよね。わかる、アンナちゃんの言いたいことはわかるよ。わかんないかもしんないけど、わかりたい。美しい、立
立ち姿美しいっていいよね。頑張ろう。これが信子ちゃん。あ、手についちゃった。カズさん、ピンクだるま、ありがとうございます。ありがとう。あ、いつの間に帰ってきたの君。お祭り嫌だなって思ってんのにさ、浴衣着てくのって辛いよね。だって浴衣ってさ大変なんですよね。そうそう、いいじゃん楽ちんで。ね、信子ちゃんピンク着てそうなのに青なんだ。ピンクっぽそう。着るのも大変だし着てるのも大変。うん、ぴょんちゃんお祭りに行くとき浴衣を着ますか。まずお祭りに行ったことが、友達と三能さんっていう富山の割と大きいお祭りがあるんですけど、そこにでも何しに行くって屋台のご飯食べに行くみたいなそう感じだから、こういうなんか七夕祭りですみたいなお祭りに行ったことがない。もう屋台のご飯食べに行くっていうだけだから別に浴衣なんて着ないし浴衣着たの着るのなんてマジアイドルやってるからって感じ。え、どういうこと？急にどうした？ちょっと待って、よくわかんない、ちょっとあ、謎謎。でも信子ちゃんめっちゃ偉かった。今ちゃんと「はい、これで終わりにしよう」って言って今度の話してくれてて、信子ちゃんめっちゃ偉かった。普通言えないですよねあんなこと。はあって言ってこっちが逃げるわ。うん、
西くんさん、ピンクくんもありがとう。うん、すごい。心に傷を負ってるんですね。過去に何かあったんだ。偉い。帰らなきゃって冷静になって帰ろうとするのマジ偉い。それは。あ、トイチさんいる？ボートのおじちゃんいないか。え、乗っていこうとしてんの？いや、勇気ありすぎやろ。そうなりますよね。見たことないパイレーツ・オブ・カリビアン。でも来週は金曜日忙しくて金曜ロードショー見れないので見ません。見ません。お菓子食べます。昨日もらった差し入れ。明日1K のカラスのスペシャルドラマがあります。え、そうなの？見たい。でも明日あれですよね、ジョブチューンでプロ野球選手がうんちゃらかんちゃらみたいな。最近 Hulu とか ABEMA で映画を見るのにハマってて、映画ドラマ。今日何見たんだっけな。今日は殺さない彼と死なない彼女を見ました。昨日は走れ T 校バスケット部を見ました。だいたい1日1個ぐらいそうそう、どっちもあれです、普通の実写なんていうの、人間アニメじゃないです、三次元、
タイコミロッケ会って面白い。難しかった。難しい。まだ私は多分頭が子供なのかもしれないけど、難しいなと思いました。邦画、そうですね、邦画ですね。洋画は見ないな。電気ついた。これがマーニーちゃん？かわいい。天使みたい、マジで。力持ちいい。なんで？急に？めっちゃ怖くない？どうしても知り合いになりたいの。めっちゃ怖い。どうやって？だってマーニーちゃんあっちにいるじゃん。恋でどうやって戻ってきた？やばい、謎しか残らない謎しか残らない。
メール書いてます。本当だ、汚れちゃってる。そんなことしてない、そんなことしてないそれはしてない、それはしてない。いやでもカッターはちらつかせてないよ。のぶこちゃん持ってる。違いない、違いないはひどいぞ。違いないは違いないでひどいよね今のめっちゃおもろいけど、うん、確かに街灯もない田舎、確かにこれ持ってってって言ってたくらいだもんね。時代設定が分かんない。確かに。でも私も分かんないです。ごめんなさい。に見たことあるよって人いるの？いるか。755で聞いたら泣き、映画館で泣きましたみたいな人もいたわ。うん、でもそんな激フルってわけじゃなさそうですよね。だから多分そんな何百年前とかの話ではないと思います。何十年前かもしれないけど、うん、確かに登場人物が携帯持ってない。今日早く寝れると、今日はマーニー見てから寝るとだからとやばい、博多弁使えない。寝るから、寝るとだけん
そんなに早くないと。合ってる？バッテン、バッテンなんだ。へえ。字綺麗。めっちゃ夕日綺麗。うん、ボートない。うん、聞いた。来てくれるんだから待ってればいいのに、なんで水の中入るの？いや、めっちゃうまっ、ボート漕ぐの。こんな簡単に U ターンできます？普通めっちゃうまっ。トイチおじちゃんとかがやってたらまあまあそりゃそうかってなるけど、こんなふわふわ系女の子が今めっちゃうまかったよ。こんな可愛い子にこうやってボートの漕ぎ方を教えられたら好きになっちゃう。ハルピはボート漕いだことありますか？え？あるかな？いや、言ってなかったら知らんわ。うわ、すごいバランス感覚やば。タイタニック？アヒルさんボートとかも乗ったことないです。うん、そのなんかカップルのゴンゲみたいな。ないです。すみちゃんハートありがとうございます。タイタニック見たことないです。確かに三つずつ。すごいジュースのあれだな。タイタニックは好きですか？どういうこと？タイタニック？肉って焼か炊くんだ。
兄弟がいるってどんなかな、だってこんなですよあ、タイタニックにダジャレなので深く、あ、すいません、なんかえ、どういうこと？急に？急に思い出せなくなっちゃった。ポテチ食べとママ。え、帰ってきちゃった急に。あ、違う、帰ってはないんだ。マニーが急にいなくなったのか。いや、君が急にどっか行ったんだよ、アンナちゃん。間違えた、マニーさん。いやいやいや、うん、今日は何？確かに日本語ペラペラ。ノールックでオールこいだよ今。オール持ったよ、すごくない？ノールックで今オール持ちましたよ、この子、マイニーちゃん、すご。うわー、すごそうなパーティー。何その肉、うまいそう。うわ、かわいよ。セレブって感じ。いや、服貸してよ一着ね、服一着貸してよ。いや、全然逃げれてない、めっちゃおもろい。え、ひどい。ひどい。ひどい。最悪。綺麗な人。
魔女だわ。すごーい、魔女すげえ。てかマーニーはどこ行ったの？助けてよアンナちゃんのこと。あ、いた。で、ジュースですか？ワインですか？未成年ですよ。お酒でした。わかるんだお酒だなって。嫉妬しとる。かわいい。いや、急は無理よ。すごい、足うま。子供に酒渡すマーニーパパ捕まりますよね。昔だから平気。親同伴の16、17の子どもの食事の際の飲酒は許可されます。イギリス。いや、ここ日本やからな。北海道だからな。日本だからダメですよ。昭和だから大丈夫。そうなの？へえ。そう、わかるんだ、大岩さんとこの子だって。なんかマーニーってさ、帰りまで責任持たないね責任持ってほしい。わ、めっちゃいい目玉焼き今。ありがとうございます。ジブリ飯の一つ。おー、
あった靴見つけた。マーニーが置いといてくれたのか。あ、そっか、潮が引いてんのか。トマト一緒。ナイスキャッチ。いや、トマト切るのうまこの人。トマトって普通ギギギギって出てきますよね。切るのうま。いや、通るよっていうの遅すぎ。もうちょっと早く言ってよ。包丁の切れ味良すぎ。アホに乗り切ろうって書いてある風鈴初めて見たけどな。めっちゃおもろい。寝てる。睡眠っていいよね。わかる。ジブリって程よい田舎感ですよね。大抵いつも。そう思う。さっき部屋に閉じ込められたおばあちゃんが心配で今日寝れません。大丈夫だと思う。絶対大丈夫だと思う。加工系。
うん、すごい。てかこの子前髪ない方が可愛い。めいちゃん、あ、声違った。あなたトトロっていうのね。耳痛くなっちゃった。あんま似てなかった。ちょっと違うよ。トウモコロシだよ。ジャックスパローは生配信配信しません。うん、明日8公演なんだ。3週連続ジャック・スパロウ？へえ。アラームなりました。ギルドバトル、あ、そうだ、私たちのとこギルドバトル始まってたんだった。さっき先鋒隊攻撃して。あと一回で攻撃終わる。明日公園行ってきます。なんでですか？私いないよ。なんでですか？いや、しょうがないんですよ。14日のやつはしょうがないんですよね。知ってます、知ってます。新春公演のやつだからしょうがないんですよ。そう、私も出る気満々でいたんですけど、なんか出なかったです。なんか私あんまあれなんですよね、こういう新春公演とかあんま呼ばれない。悲しい。
波動は行きます。え、波動出ないんですけど私。はい、こうやってハルピョンのことをプンってさせて楽しんでるんだろうな。何が楽しいんですかね。全然何も楽しくない。なんか波動とかもなんかチーム B のうちわを持ちながら、なんか B の席にいるけど B じゃない人もいるんですよみたいなのを聞いて、あ、そうなんだって私は思ったんですよ。でもそのうちわを持ちながらこうやってこうスーパーボールを他のチームのところにあげてる人とかを見ると何したいんだろうって思います。なんか自分の信頼度がなくなるだけだからやめた方がいいよと思いながら。マーニーじゃないです。マーニーと友達だったから。メンバーにいじられたいでしょ。だから私最近あんまなんかもう言わなくなりました。もうだから私に入れてくれた人の名前を、名前というかを言うようになりましたね最近。前の波動の時もそうだったけど、真帆ちゃんのうちわ持った人がうちわでずっと自分の顔隠してスーパーボール入れないようにしてた、すごいとか、うん、そういう話しかしてない。名前書いてくれないんだ。花売りの子ってしか書いてくれないの、つら。いやそりゃそうよ、あなたが閉じ込めたんだから。あなたが先に閉じ込めたんだからさ。どういうこと？作り上げたってこと？むずい。謎い。最後まで見たら分かんのかな。ね、急に分かんなくなった。おばあちゃんを心配する映画だと思ってたのに。おばあちゃんじゃないか、ばあや、ばあやを心配する映画だと思ってたらなんか違った。ばあやに閉じ込められて裏切られたわ。
おやす来ました。お、よかった、送りました。おやす、なぞいなぞい、でもアンナちゃんの方が顔ちっちゃい、目でかい、前髪のせい？次の CM でジュース。すごい。キノコとか怖くてね、怖いですよね。最近まつげが抜けなくなった。強くなりました、まつげ。あ、ジュース、かわいい浜辺美波さん、ジュース。ただいまー、ちょっといっぱい入れすぎちゃった。三ツ矢サイダーいっぱい入れすぎちゃった。
なんかこれはさ、スタッフさんに聞いた方がいいのかな、ギルド、間違えた、ドラエグなんですけど、このガチャを交換しても何かね、ガチャ券と交換したのにガチャが引けなくって、そう、なんでなんだろうって感じ。新しいガチャになってから引けないんですよ、ガチャ券で、みんなが送ってくれたやつのガチャのやつで、謎、よくわかんない。うん、でも何見つけたの？どういうこと？そういうことか。でもそんな本当にバレたくなかったらリビングなんかに置かなくない？その書類。それはもうリビングに置いてるのが悪い。そういうこと？パパたちが帰ってきたからパーティー開いてたんだ。私が世界で一番恵まれた女の子だなと思った瞬間？
あ、そうなんだ、嫌なんだね。マーニーはあのお屋敷にいるのが。こんな可愛い子を。あ、それ言っちゃダメ、きっと本当になっちゃうそれ言っちゃダメ。砂の城めっちゃ上手ね、めっちゃ上手だった。中学生の時駅まで送り迎えしてくれたのか、幸せだ、どういうことだ。中学生の時駅まで送る、私はお父さん入れ替わったみたい、どういうことだ。中学生の時はちゃんとっていうか、もうパパもママも本当はね、多分パパとママと同じぐらいの時間に出なきゃいけないんですけど、家をねパパもママももう仕事に行って、もう割ともうプラス30分ぐらいしてから、ちゃんと学校のあれには間に合ってましたよ、始業時間には間に合ってましたけど、もう本当もう1分前とかについてましたはい、そうそうそう、だからそんな私のことパパとかママが送り迎えしてたら普通に間に合わないですパパとママが仕事に間に合わなくなります。うん、和彦じゃないんだが、私アンナなんだが、全然意味わかんなくなってきちゃった。あ、難しい難しい。どういうこと？不思議なストーリーです。よくわかんなくなっちゃったマーニー分かんなくなっちゃった。皆さんドラエグの宝くじ引いた方がいいですよ。なんかいっぱいいろいろもらえます、エッグジェムとか、ぜひ引いてください。それこそモンスターとかももらえるので、みんな引いた方がいいよ。あれ今日私あれ送ったっけ、エールみんなに送ったっけ、送ってない気がする。
今日一括にしようかな。ちょっと上位何人か10人ぐらいだけあれにしよう。これさ、いちいちさ自分のところに行くのめんどくさいんですよね、わかります？いちいち自分のところに行くのめんどくさいの。メンバー確認のところから、え、分かってくれる人いる？誰か、サホさんとかめっちゃ有利じゃない？一番最初にあるから、チャケとかコミさんとか。私チーム B って一回一回押さなきゃいけなくてめっちゃめんどい。めっちゃめんどい。全部 A に戻るね。そうだよね。まあ、ない。ちょっと10位まで。10位までエールを送ります。11位あとの90人は一括エールで。今日は申し訳ない。宝くじはどうやったら引けますか？宝くじはお知らせのところから最新のお知らせっていうところに飛ぶと、一発逆転ドラゴンエッグ宝くじっていうのがちょっと下にあるので、それを押すとゲットできます。そっから下にくじを引くっていうところがあるので、そこを押すと引けます。ぜひ引いてください。ちゃんとでも受け取ってね、くじ一覧から受け取らないとプレゼントボックスに入ってくれないので、そう、くじを受け取ることもしといてください。どうやって受け取るかっていうと、くじ引いた後にさっきのページ戻ってくじを引くっていうとこさっき押したじゃん。その右上に引いたくじってところがあるので、そっから受け取るってとこを押さないと受け取れないので、引くだけ引いて受け取らないのは危険なので、皆さん S 賞ゲット、エッグジェム50億個ゲットしました。やった。お、ホルスが1、2、2体。やった、ジェムいっぱいもらえた。
ホルスいっぱい目にもらえた。くじは課金しないと。え、私課金してないけど引けますよ。じゃあなんで？してないけど引けます。ガチャ引いてるから。みんながチアレター送ってくれたらガチャが引けるんですけど、そのガチャを引いてるからかな。課金しなくても引けてますよ。あ、ほら、あ、1月12日の18時から1月13日の15時59分までに爆裂強化ガチャっていう、さこの前まであったガチャを引くと宝くじがもらえてたんだって。だからこれを引いてなかった方はもらえてないっぽい。だから別に課金してなくてもガチャ引いとけばもらえてました。でもまあ確かにジェムのね量とかやっぱあるから、だから課金だ課金だっていうのかもしれないけど、ジェム次第って感じだったんだね。私はみんながチアレター送ってくれたらガチャが引けたので、それで引けてました。ありがとうございます。マーニーが急に消えました。なんか多分今いいとこなんだろうな。なんか今いいとこなんだろうな。このガチャ自体課金じゃないですよ。ジェムがあれば引けるものなので、はい。だから無課金でもジェムがあれば引けるものでした。でも確かにいっぱい引くには課金かもしれない。トウモロコシ茹でたの。うん、ジェムはマイクラッシュで弾きました。ありがとう、マイクいっぱいください。なんか確かにトトロっぽいね、ちょっと。ちょいむず思い出の前に初見むずい。多分2回目とかだったらなんかわかるんだろうな。初見むずい。
すごい大粒の涙。波に飲まれる。すごっ、草強っ。おお、綺麗。コンタクト乾く。めっちゃ綺麗。これ初めて理解見て初めて見て理解できた人すごいと思います。普通にむずい。確かに途中まで分かんなくてもその後最後分かるとかかもしれない。あ、そうなんですよね。聞いてください皆さん、生誕ティーの紙をもらってしまいました昨日やばい、書かなきゃ。でもチームエイトとして活動休止前最後の生誕グッズになる。え、違うよ、もう活動休止後の生誕グッズなのか。なんかエイトの思い出の写真とかにしようかなとか思ったけど、活動休止後の生誕グッズなのか。じゃあもう、え、それでも許される？でも写真とかってしたことなかったから。え、てか今年の締め切りがマジで1週間ぐらいしかなくて。そうなんかいつも2週間ぐらいあるんですけど、今年1週間ぐらいしかなくて、やばいみたいな、どうしようって感じ。しかもその間にも結構お仕事がいろいろあったりとかして、考えてる暇もない、あんま。田辺先生に田辺先生に頼むと、頼んだお金がかかる、ギャラがかかるので私もでも意外といい絵描くんですよ。まあ絵っていうか、まあそのなんて言うんだろう、細かいところはもちろん直していただいてますけど、デザインの方に直していただいてますけど、でもいろんなんて言うんだろう、去年の生誕ティーだって2022年の生誕ティーだって結構いろいろ考えて描いたイラストで、チーム K の衣装を着た女の子が扉開けたらチーム B のところに行くみたいな、その組閣っていうのを表してたり、周りにドボンのあのトランプをしたりとか、ピー太郎がトランプ持ってたりとか、意外とね私もねちゃんと考えるんですよ。オーディションの写真にしようかな絶対やだで、私も去年の生誕ティー結構気に入ってます。
久子さんの絵。去年結構いいやつ描きましたよね私。覚悟できてんな。久子さんが全部知ってんだ。あら、結婚したの？サナトリウム？あ、やばい、同じ反応しちゃった。同じ反応しちゃった。でも車には乗るんや。何？はあ。赤ちゃんは一緒に？あ、子供、ちゃんと子供はもう産んだ後なのね。子供は？子供は？子供は？
そういうこと？どういうこと？だからその子供の現在がアンナちゃん？じゃあなんで？わかんなくなっちゃった。この間ここら辺にニキビできたんですけど、なくなりました。嬉しい。そうだよね。なんでさ、マーニーは子供になって戻ってきたの？わかんない。でも本当に私ってめっちゃ乾燥肌らしくって、この間、お仕事の時にメイクしていただいたんですけど、なんか本当すごい吸収したらしいそう、化粧水とかをすごい吸収した肌が吸収してるよって言われて、あーやっぱ乾燥肌なんですねって話してました、私。でもその時に本当ファンデーションをマジでもう塗るのを別に塗らなくていいって、まあコンシーラーとかでクマとかなんていうの、そのムラとかを隠したらもう全然もういいみたいな。ここら辺だけ赤いとかあるじゃん私。そう、乾燥してるからかもしれないんだけど、ここだけ赤かったりするから、そういうムラとかを隠せばもうコンシーラーのファンデーションしなくていいって言われて、それからしなくなったらなんか結構下地はするんですよ。そう、でもそしたらなんか本当になんか素肌感を少しずつなんか出せてるなって、もうほんとここ3日ぐらいの話なんですけどね出せてるなと思ってて、そうそうそう、うん、メイク直しでちょっとファンデーションのせるぐらいでいいぐらいの感じになってきました。うん、トイチさん、違う？もうトイチさんだ。トイチ、俺のトイチ。お、トイチ喋った。
おばさん、おばちゃんか。トイチ推し、トイチ推しではない、ポムジーです。トマト大きい。ねえ、トマト美味しそう。早く、私夏野菜めっちゃ好きなんですよね。早く夏にならないかな。やっぱマーニーがおばあちゃんなんだ。でもなんでマーニーはじゃあおばあちゃんじゃなくて子供の姿で出てきたの？そこが分かんない。そこ教えて。あのピンはおばあちゃんのだったのね。君たちはこれを幽霊というのか？夢も希望もないな。物語というものの美しさを知らないのか？本当に。あ、信子。
ひさこ、杉咲花さんもだって、嘘、どこだろう、同一人物。チームなく、え、嘘、大泉洋さんとかいました。トイチ。あ、トイチかわいい、あの手の振り方好き。あ、わかった、チームナックスの方々あれか。え、さやかが花ちゃん、そうなの、きっとあれだ、チームナックスの方々はあれだ、あのお祭りじゃなくて、なんだっけあれ、忘れた、あのパーティーに来てた、お金くれてた人たちじゃない、わかんない、勝手な予想だから適当に言ってる、ちょっと乾燥してるのでクリームだとこう吸収させよう。終わっちゃった、ということで、なんか謎シーンが多かったけど割とこう、まあ最後ら辺にはつながるところがつながったんじゃないかなみたいな感じでしたね。ということで、無事初思い出のマーニーを見させていただきました。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか、皆さん。初めて見た方とかもいると思うけど、そうですね、どうだったって言われると、まあ、むずいところもあったけど、とりあえずマーニーが可愛かったのと、トイチ喋ってよかったっていうのと、なんか素敵な物語だなみたいな気持ち。でもやっぱなんで、じゃあ子供の頃のあれで戻ってきたんだろうマーニーはとか、なんかマーニーじゃないともうダメだったのみたいな、なんか難しいところもあるけど、でもまあそうですね、ジブリフィクションということでっていう感じです。はい、そんな感じですかね、うん、ということで無事初思い出の前にありがとうございました。そして今日はもう一つお話ししなければいけないことがありますので、それをそれについて喋るんですけど、まあ、ツイッターとかで、私はね本当はね、なんか先にツイッターとかで言うのも、結局なんかショールームが一番この企画を通してすごい皆さんに力を使ってもらった、あ、なんかすごい、なんかそんな大それたことではあるんですけど、大それたなんかすごいやばい話とかじゃないんですけど、だったらメイクするわうん、そんなおでこ上げて言わないわ絶対これ、絶対これだってさ、なんかさ使われるじゃないですか、いろんなところに。
だから絶対この顔ではやんないですよ、卒業発表をここでするとしても絶対デコ出しでメイすっぴんでこのそんな卒業発表はしないです私、はい安心してください。なんだっけ昨日の夜、まあ本当に約1日経った、経ってないけどまだ1日弱経ったんですけど、まあちょっとまだ見てない方にはネタバレになってしまうんですけれども、まあまあもう多分メンバーのツイッターとか見てるとネタバレしてるんじゃないかなと思うので、お伝えするんですけど、AKB48 お料理選抜の昨日ですね、今日の、まあ、深夜というかに、発表がありまして、お料理選抜さよなら森さんの発表がで発表がありまして、お料理選抜の優勝が決まりまして、私はオムライス部だったんですけど、4部活中4位はい、で1位がデザート部ということで、そうですね、まあすごく本当に悔しくて、やっぱ最初のお料理選抜の候補生を決めるときにじゃあ2位だったりとか、そのオムライス部のあれの中でもオムライス部でも1位を取ったり、配信ねオムライス部の中で1位取ったりとか、その全体を見ても4位だったりとか、本当に皆さんには一生懸命配信の方をすごく頑張っていただいたりとか、あとは昨日の配信じゃない、昨日のさよならモーリーさん見ていただいた方ならわかると思うんですけど、初日の売り上げがオムライス部は1位だったっていうことで、本当にすごくありがとうっていう気持ちでいっぱいで、やっぱ放送でも多分言ってたと思うんですけど、コミさんがもう言ってた通りで、配信イベントで4位だったから、私たちは正直そのいっぱい食べてって言えなくって、で量もなんかすごい多いって聞いてたし、なんかそういっぱい食べてと言えなくやっぱその差が結構、デザート部はすごいハッシュタグ作ったりとか、みんなで料理のクッキングスタジオとか借りたりしてやったりとかしてて、やっぱその差がすごい大きく出ちゃったんじゃないかなっていうのは思ってて、でもまあでも本当に結構多かったっていうのをファンの方からいろいろ聞いて、1000円でオムライスをゴンって食べれて、メンバーの顔のステッカーみたいな、よくわかんないなんてコースターみたいなのがついてきて、なんかコスパは一番良かったんじゃないかなって思います。はい、だから皆さんに満足してもらえる食事を提供することができたのはやっぱオムライス部だったんじゃないかなと思うので、そこに関してはとっても良かったっていう気持ちでいっぱいなんですけど、やっぱ皆さんにはすごい申し訳ないっていう気持ち、すごく本当に最初の最初から頑張ってもらったりとかしてたから、配信がね特にみんなに頑張ってもらって、料理も食べに行ったよっていうのをみんなから聞いて、多かったのに頑張ったよっていうのをみんなから聞いて、そうやっぱごめんっていう気持ちが大きいんですけど、でもまあデザートが売り切れ出てたりとかっていうのはツイッターであったじゃないですか。もうなんかそこら辺の時点ですごい、なんかなんて言うんだろう、なんかすごいデザート部の方々はすごいツイッターで、いやデザート売り切れなんておかしいですみたいな感じで言ってたけど、でも売り切れってことはそれだけ人気があるってことじゃんって思いながら、すごい達観してそのツイートを見てたりしててそうだから、なんかみんなには本当に頑張ってもらったし、まあ当初の私がすごいなんか出るか迷ってた理由としては、料理ができないから出るか迷ってたみたいな部分があったんですけど、なんかそこら辺も全く関係なくって
私が今回の料理選抜でなんか料理選抜になるためにやったのって本当にもう企画案を考えるのと配信ぐらいしかしてなくってそう、あんまなんて言うんだろう、なんかほんと全然、じゃあ料理部が1位に、料理部じゃない、オムライス部がじゃあ1位になったってなって、もうなんか全然私何もできてなかったなって多分思ってたと思うし、もう本当にみんなが配信でいっぱい頑張ってくれてただけだったな、自分自身って何、じゃあ何してたんだろうって考えちゃってただろうと思うからそう本当に何だろう、何も料理もできないし配信しかやんないし、なんかその料理の企画、なんか試作品作りにも参加できなくて、ちょっといろいろあって、だからなんかそんな中で私をみんなが私の配信に来てくれたのがすごくありがとうっていう気持ちでいっぱいで、そんななんかみんなが頑張ってくれたのに私がジョジョ園の高級焼肉3食分ももらっていいのかなっていう気持ちにはなるんですけど、皆さんたくさんありがとうございました。たっぷりお肉食べたいと思います、ありがとうはい、この間見せた通りちゃんとあれは持って帰ってキャリーの中に入ってます、安心してくださいさすがに姉の家には置いていきませんでした。だから本当に皆さんには配信の時にすごくお世話になって、いっぱいお世話になって、その分全然こう返せてないし、じゃあ料理選抜になって料理できるようになりましたかって、料理選抜のこの期間通して料理できるようになったんですかって聞かれたら、全くできるようになってないからそう、なんとも言えない気持ちなんですけど、でもやっぱあの発表を聞いてた時はすごい悔しくって、すごく悔しかったです。うん、チャケットめっちゃ隣で本当悔しいねっていう話をずっとしてて、なんか収録中に手つないでました仕事しろって感じなんですけどもう祈りとかなんか悔しさとかでなんか謎に手つないでましたはい、びっくり。多分配信放送見てもらったら分かると思うんですけど、でまたそれもいつか、もういつかって言い過ぎですよね、ちょっと決めた方がいい、ちゃんと一緒に見よう配信するんですけど、決めた方がいい、マジいつかいつか言い過ぎ、やること多すぎ。12月15のしずくも見ていけないし、見なきゃいけないし、1月9日の生誕も見なきゃいけないし、1月13、12のさよなら毛利さん、はい、いっぱいありますね。なんか感想配信には選ばれてはないんですけど、一応なんかやるつもりではありますって感じ。そうで、その料理選抜とは別でまた同じ、多分予告にも映ってたと思うんですけど、また選抜 vs 非選抜企画を収録させていただいて、非選抜企画か、選抜 vs じゃないか、非選抜企画をまた収録させていただいて、来週も出演させていただくので、そちらも見ていただけたら、すいません、なんか非選抜ばっかりで選ばれちゃって本当に申し訳ないんですけど、でもその前回非選抜に出たメンバーからも入れ替わっての今回のその収録で、でも今回も選ばれたってことはもう非選抜の非選抜みたいな感じじゃないですか。だからまあ放送には載ってるかわからないけど、とりあえずいっぱい喋った、もしかしたらそれが次の週になるかもしれないし、わからないんですけど、喋りはしたので、ぜひ皆さん見ていただけたら嬉しいなと思います。そう、やっぱどうしても昨日のやつはね、どうしてもね、部長に話がそりゃ行きますよ
そうそう、だからあんまり私自身、まあ、一言は喋ってた、あのキュンはしてたりとかしてて、あんまり、でもそれぐらいであんまり喋れてないんですけど、でもそうそう、12月15日雫って明日まで、マジマジ1ヶ月なんだ、見なきゃやば。じゃあ明日の何時までですか、別に23時59分まで、じゃあ明日見ます急に明日見ます。あ、土曜日だよね明日、だから昼間に見てもいいですよね。明日見ます、はい。え、ほら、まなみさんも言ってる、ガチャチケ交換したのににゃおまおのガチャできない、やっぱり。まなみさんも言ってますだよね。私もです、まなみさん。それはできない。なんで？なんでできないの？教えて。なんでできないんだろう。教えて教えて。なんでできないの？いや多分ね、これはでもね、あのファンの方分かんないと思う。そのファンの方にいただく交換のチケットを使って交換してやるやつだから、多分メンバーしか分かんないんですよね。だからなんで知ってるんだろうと思って、逆になんかドライグの運営の方なのかな何でだろう、あと話すことある？もう配信終わるけど、もうそろ、なんかありそう？話してほしいこと、でもお料理選抜については喋った。だからとりあえずオムライス食べてくれたみんな本当にありがとうって感じ、うん、いつもメールありがとう、いや読んでくれてありがとう、今日もハロピョンが可愛い、ありがとうございます。最後のチャレンジと星もなくなりました、どういうことだろう。2月のオンラインはどの部を完売させる予定ですか？どの部がいいですかね、逆に。サインの日の部にしたくて。マーニー配信めっちゃ楽しかった、ありがとう。いや、こちらこそ一緒に見てくださってありがとう。黒目大きい、嬉しい嬉しい。ね、こんなスクショ載せる人います？マジやばい、この人ブロックしたい、ツイートなんか絶対全員なんか可愛くないスクショツイートしてんだけど、この人やばい。いや、なんか今お話し会の話を来たから、
なんか私のお話し会の部ってどうだったっけなと思って橋本春奈で検索したら、マジ半目中の半目のマジ超絶ブスみたいな、なんかもうやばいみたいな、なんかこのドライグのなんかこのモンスター編成のところの一番下のこのキャラクターみたいな、この人みたいな顔してる本当にこれぐらい、マジ一番似てると思う、それにそんぐらいのマジで半目加減のスクショなんですけど、やばいこの人やばすぎ。2月はそうですね、第2部かな、2月12日の第2部、コスプレします。2月12日コスプレしますの第2部と2月19の7部かな、それにしましょう。19はコスプレしないんですけど、2月12はコスプレをしますので、ぜひその2つで、2月12の2部サイン会と2月19の7部サイン会でお待ちしてます。で、クリスマスの日に私ちょっと参加できなかったので、振り替えが多分2月12にあるんですけど、15と12にあるんですけど、そちらの方もお待ちし、1月15と2月12にあるんですけど、そちらも必ずお待ちしているので、クリスマスの日確か売り切れが出てたはずなので、なんかその売り切れがなくならないように、いや多分なくなるのは本当にしょうがないと思うんですよ。12月25に祝日じゃない、休み取ってたのに、なんだよお前参加しないのかよってね、本当にそれはマジで申し訳ないんですけど、でもそれに関してはもうしょうがない、もう仕方ない、うん、みんなの健康と安全を願ってのことなので、しょうがないことだったので、とりあえず私自身も一つお話し会の他に一つ仕事が飛んで、すごい結構ショックで、それがだから私も結構立ち直れてなくって、そうなので結構ショックで、だからみんなも多分お話し会この日に撮ってたのに、ハルピョンみたいな、いやもうハルピョンだってショックなんだよっていうのをちょっと分かってほしいそうハルピョンだってショックだったんだよっていうのを分かってほしいです。あとサンタさん着る予定だったのに着れなかったし、まあ着れたけど一瞬、みんなのために写真撮るために来たけど、でもまあそんな感じです。あと TikTok 今年に入って一個も更新してないので更新します、ごめんなさいすいません。そんな感じですかね。あとは特に何かありますか？以上です。ということで、この後ピョンムービー撮って、お風呂入って寝まーす。12時までにはお風呂に入りたい。頑張る。そう、一応ピョンムービーの方の TikTok は更新してるんですよね。それは偉い。マジで。頑張ります、この後も。サイダー減った。めっちゃ減った。こんぐらいあったのに。こんぐらいまで減りました。結構減ったよ。ということで、この時間も配信見に来てくださってありがとうございました。最後にランキングを読んで終わりにします。明日12月15の雫公演見ます。昼か夜か、多分昼に見たいなと思ってるんですけど、うん、昼に見る予定です。よろしく。
あ、そっか、明日あれですよね、共通テスト。あの本当に私の共通テストというかセンター試験のあのすごい苦い思い出は、マジで隣の人にめっちゃ机をなんか繋がってて、机がその消しゴムを消してる時とか、なんか本当に机をめっちゃ動かされて辛かった思い出しかないので、あのそのつもりでいてください。はい、そんな中でも自分の力を発揮するのが多分大事だし、まあそれはね、今更前日に言われても、てか多分受ける人もう寝ててほしいんですけど、でもまあ分かんなくなったらとりあえず色塗っとこう、空欄で出すより当たるかもしんないから、とりあえず色塗っとこうっていうレベルで、はい、頑張ってください。はい、と、私はそれこそセンター試験の時に小学校が一緒だった人に久しぶりに出会って、喋んなかったんですけど、めっちゃ目合って全く喋んなかったけど、そう、なんか気まずい苦い思い出、苦くはないけどすごい気まずい思い出でした。はい、とっても気まずい思い出です、ありがとう。そうですね、とっても気まずかった思い出がありますので、そんぐらいです。もう迷っ、もうとりあえず分かんなくなっても色塗っときましょう。以上ランキングいきます。1位マックミックさん、2位ベベモンさん、3位西くんさん、4位スーさん、5位ともゆきさん、6位すみちゃんと1月15日のお話し会、怒っちゃやーよ昭和さん、どういうことだろう、はい、怒らないです。7位バージョン R さん、8位山内さん、9位マジカナバナナちゃん、10位レクサーとピョンズさん、11位コニタンイミズさん、12位ホマレさん、13位ウトウさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位は、イコルさんです、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。この間11日にいただいてきた劇場のねプレゼントは、一旦今お姉ちゃん家に、そう、もう量があれで持って帰れなかったので、あの9日に持って帰ってきて開封した分だけ今日一旦あのお家に持って帰ってきたので、またその11日にもらってきた分はまた後日開封しようと思っているので、ちょっとしばらくお待ちください。もしかしたらお話し会終わりになっちゃうかもしれなくって、そう16とかになるかもしれないので、ちょっとみんなからしたら、え、お話し会の前に見てほしかったっていうのもあるかもしれないかもしれないんですけど、ちょっと本当にそれに関しては申し訳ない。ちょっと量が、嬉しいことに量が多かったっていう、本当にありがとうございます。ということで、それもお待ちください。それでは最後に、1万人の歌とキャッチフレーズをして終わりにします。はい、兎のようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで11,668人の皆さんに切ってきた映画をお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。1万人1万人1万人でお弁当食べたいな、ありがとうございます。それではまた明日は昼過ぎとか昼とかに配信するよってことだけ覚えておいてください。あの雫公園見ます。それではおやすみなさい。またね、ピョムビー撮ります。バイバーイ、ありがとう。